関係者によりますと、水木しげるさんは今朝7時ごろ、多臓器不全のため都内の病院で亡くなりました。水木さんは今月11日、自宅で転倒し、頭を打って病院に搬送され入院していましたが、今日未明に容体が急変し、家族に見守られる中、息を引き取ったということです。この度はどうも。悲しいです。最後にどのような会話をされましたか？あんまりできなかったですよ、はい、アイコンタクトちょっとしただけです、はい、水木さんは鳥取県境港市出身で、ゲゲゲの鬼太郎や悪魔くんなどの漫画で人気を集めました。